なんか見慣れない建物があるな。ふははは。ハロウィンイベントを完走してもらったのです。ほう、これがもらえたやつか。うん、特に特殊な効果とかはないけど、ボタンを押すとアクションしてくれる。ほほう、こういう、お遊び要素はいいよね。だな、遊び心があるゲームは好き。で、今回は何やるんだ？今回は、イベント完走して、だいぶアイテムも溜まったので、久々にあれやります。ほう。大、召喚祭り。飯うま。爆死前提じゃねえよ。大っていうからには、相当回すんだろうな。今回は、星3以上確定の、不思議召喚を20回。おう。さらに、だと。光と闇の召喚の書も使います。あ、イベントでもらえたやつだな。さらに、今回の目玉、伝説召喚の書。これも一回使っていきます。ってめっちゃ驚いてみたけど、絶対ここサムネバレしてるな。ナイス茶番。どうやって手に入れたんだ？始めたばかりの頃に、初心者パッケージみたいのが、結構コスパ良さそうだったから、課金したやつですね。一回きりのやつか。うん、この内容なら月1くらいで、買いたい？現実は残酷だ。それじゃあ、不思議召喚から早速回していきます。おお、ご飯の準備はできてるぜ。絶対勝つ。一回目、ゴー。うむ、かわいいじゃないか。これは、欲しかったやつだぁ。マジかよ。今メインが、風と水になってるからね。この子は、火属性で、対人でとっても使いやすいアタッカーらしい。なるほど、少しは勉強してるのか。結構プレイ期間が長くなってきたからね、充実させたい箇所が、ちょこちょこ出てきた。ほほう。それじゃあ今回は、数が多いから、じゃんじゃん行こう。さっきみたいにいい子がいたら紹介します。おう。どんな感じなんだ。今のところ気になる子がいない。あと、可愛い子もいない。いつもの、お前だった。ふとした瞬間にある癒し、大事だと、思います。あ、はい。でも持ってる子だね。強いの。ノーコメント。察し。折り返し地点、だな。今のところ飯うまかな。ふむむむ。水サーペントは優秀だし、負けてないし、ただよく見かける。ニヤニヤ。さて後半戦。勝つぞー。なん？だと。星4でいきなりヒーローになってる。でも性能がわからないから、他の人の評価を見てみよう。そんなこともできるのか。細かいところに気が利くっていいね。結構辛口なのが多いな。ネットも見てみたけど、レイド戦では使えるけどそれ以外はって感じみたい。ほほう。あと純正4ではなく、ランクアップしてるみたいね。そんなこともあるのか。まだまだわからないことだらけです。それじゃあ召喚の続きいきます。うむ、このまま飯馬を期待。負けてねえし。これは、めっちゃ欲しかったやつだ。外見。両方とも高スペック。ほう。初心者ゆえの悩みなんだけど。たまにこんな感じに、全くダメージを通せない時があるんです。ほんとだ、全部レーダー。ネタがわかるとただの初見殺しなんだけど、その初見殺しを打開するパーツがさっきの子ですね。ほほう。強化解除系のスキルを持ってるから、ああいう状態に、めっぽう強いらしい。なるほどな。というわけでこの子だけで大勝利です。く。さて、残りも頑張ろう。ち、飯まず。さて、不思議召喚ハラスト。すごい速さで飛ばされた子たちがいたぞ。もう目標は達成された。こいつ。どちらかといえば、ここからが本番。
ついにあるのか。おう。まず光と闇からいきます。ここで4以上を引けたら本当の大勝利。頼むぜ。いけうえさすがにそううまくはいかない。よかった。それじゃ、ラスト、大本命、伝説召喚。ゴブリ。星4以上が確定。できれば星5を引きたい。ですよね。ここら辺は裏切らないな。星5はほんと貴重みたいだしね。さてこの子の評価は。おお、評価は結構高いんじゃないか。ネットで調べてみても、評価高めに書いてあるね。これは掘り出し物臭いな。ち。星5じゃなかったのは、残念ですが、育成のモチベが爆上がりです。大事に育てろよな。うん、頑張る。それじゃあ今回はここまでかな。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら評価ボタン押してくれたり、チャンネル登録してくれると嬉しいんだぜ。それでは、バイスチャンネルでした。またね。